こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。不調が続きますということで、何らかの方法で立て直したいと思います。天皇賞か。おはよう。まずログボをいただきます。松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。バランス調整がされたのか、簡単に勝てなくなっている感じですね。ヘヘマルゾ。作物ができてるね。農園に行きますか。作物ができてるね。農園に行きますか。所持枠を100確保します。会話の所持枠だからな。最大所持数は199。プレゼントが届いてるよ。所持数確保しような。ひまるぞは手に入れてるが、ベストバー体重486キロです。さあ再開です。いい感じだね。大成功はいいですね。まあまあかな。ちなみに出走の狙いは何がいいのか。おすすめは安田記念になってますね。200距離短いけど大丈夫かな。そう、目黒記念もありますね。まあ、立て直しっていう意味では目黒記念あたりに出さないといけないのかなと思います。とにかく勝ちを覚えないといけないですからね。着実に勝利を重ねましょう。いや知ってるよ。今それじゃないです。スピード上げるった方がいいのかな。これ自体は正解みたいです。よしよし。先にケーキとかでドーピングした方がいいのか。馬券は帰りの身代になるぐらいのオッズに貼るのが一番だね。だからもう元気だね。短いけどな、1600は。浜中君行こう。さあ、オークスの周囲になってきましたね。クエスト達成、やったね。オークス、ダービーの後のレースに目黒記念は行われます。いやだから分かったから。体重増加っていう効果があるんだ、新人馬道には。よしよし、いい感じのテンポで上がっていってますね。
今週はレースがあるよ。調子いい状態出せそうです。はい、何です？ちなみにベストバタージは486キロで変わらないようです。いい感じだね。調子回復かってことは体重はバッチリだね。はい、何です？調子はそれほどでもないってことで、さあレース行きましょう。引退まで83周ですね。3分の1を経過しようとしております。お、一番人気 1.2 倍、ダントツの一番人気。投票受付を開始します。60キロですね。一番世話されております。でも負けちゃうんだろうな。比較的前いる馬ダノンバラードを単勝買っときましょう。200枚、レース観戦。スタミナ自慢が集う名物のハンデ重賞であります。ゲートが開いて飛び出した。のスタートです。12頭であります。ちょっと出遅れたんでしょうか。6番タッチミーノット、ダッシュがつきません。果たして何が行くのでありましょうか。東海パラダイス先頭、スマートロビンがそのうちにいます。そしてその外にキングトップガン、ちょっと離れて10番ユニバーサルバンクであります。第1コーナーに向かいます。12頭、それからダノンバラード、コスモロビン、それからもう1頭4番トレイルブレイザー、そのうち3番コパノジングタッチミーノット、それからピエナファンタスト、そして外からはカタノキッチェム、内を通って5番モンテクリスです。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、これが先頭8番東海パラダイス、そしてそのうちに7番スマートロビン、その後ろでやりましょうか。9番キングトップガン、ちょっと離されまして10番ユニバーサルバンク、そして5番手にダノンバラード、内を通りまして1番コスモロビン、その外からは4番トレイルブレイザー、そしてその後ろからコパノジング、それから6番タッチミーノット、2番ピエナファンタスト、これが人気を集めているカタノキッチェムです。ここに線を切りまして3コーナー、5番モンテクリスエスであります。流れるようにレースが進んでおります。先頭を行く東海パラダイス、カンバシンリード、そして内からはスマートロビン、その外9番キングトップガン。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。カタノキッチェムはまだ後方、ようやく追い込み体勢。先頭大外持ち出して追い込み始めているスマートロビン、来た来た、カタノキッチェム一気に襲いかかる。そこからの切れがどうなのか、ようやく切れが中から。一方ユニバーサルバンクも来ているが、それを撫で切るカタノキッチェム。カタノキッチェム先頭に踊り出る。ここでは負けられない。カタノキッチェム一着、カタノキッチェム末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。まだ1着を取ることができました。長くいい足を使えるタイプなんだよな。一瞬の切れ味があるタイプじゃない。200枚確保です。2着当番、やったね。やりました。カタノキッチェム勝利。でここでショートケーキを使って放牧します。はい、何です？ということで、多分この馬体重を戻すには6周はかかるかと思います。またですね、次回夏の戻ってこれるっていうか、次のレースに出るのは早くて夏の後半になると思いますので。ねえねえ、ローテ見てると、こういう時に早送り機能あるんですね。そういえばさ、
490キロで入球となります。何です？お、いいじゃないの。下界、何です？はい、何です？なるほど、バタージはベストな状態をキープしてるっていうことで、取り消しまして、ちょ今ですね7月を3周となります。キングジョージが終わったばっかり。キングジョージ出たいけど間に合わないでしょうね。札幌記念かな、それともっていうとこですね。まあキングジョージは間に合わないんで札幌記念、ちょっと聞いてよ。シオンステークスも出せるんだ。ローズステークスなんかもありますね。エリジョ狙っていくのもいいかなと思います。っていうかヒンバでしょこれ、オス馬か。なんでエリジョは無理ということになると、まずは札幌記念になるのかなと思いますが、考えて挑みたいと思います。本日はここまでとなります。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。めげろ記念1着で勝利いたしました。これを復活の気配と復活の足場としたいところです。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。